スターカルたちは前回ニュースーパーマリオブラザーズ U を最短ルートで最短クリアしたらタイムはどうなるのかを検証するため4人でコツコツと進めてきたが、途中のステージの難所に足を止め悔しんできたが、スターカルたちの諦めない根性で立ち向かってきた。そして新湯みちびの挑戦では、前回新湯みちびの苦手なショボンのアクションを30分かけてもクリアできなかったが、後編ではどう立ち向かうのか。マシュマロ雲海のお化け屋敷にも隠しゴールが存在する。テレサの手呪いにかかってしまったスターカルたち。スターカルの記憶に頼り隠しゴール付近へ到着。カルタイ新湯みちびの怠慢が始まります。ここからスターカルのぼっち実況が始まる。私スターカルと申しまして、残ってんでこのカナルの城をやっています。ちょっとファイヤーブロスをクリアしてみました。何の動画だよこれ。これ動画だよ。これ YouTuber? 下にスターコインがあってくれますよね。え、終わった。死んだ。面白すぎだ。やだ。ちょっと待って待って、やだ。あんな、バイバイ。ホッピーホッピー、嬉しいことあったよお前。初めてのボス。初めてのボス。ついに挑戦初のルドウィック戦。待ってろよルドウィック、今行くからな。待って、置いていかれるよ。置いていかれた。置いてかれた新湯みちび。なんか丸くなった。してたよ。わざわざ。入った入って誰も来ない。邪魔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 邪
次はワールド初に行くと思いきや、飛行船ステージをクリアしないと先へ進めない。スムーズに前へと進んだおかげで中間地点に到着。俺らだよ。晴れさんくらいだよ。コメントでよ。俺らのコメントでよ。お前らがしてる。なんで何すましかよ。じゃあ動けよ。やだ、落ちるんだよ。落ちるんだよ。Thank you.
ですよね。今新ウイジルが戻ってきて、あれ見たかな、ヘヘ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 ね、続いてはワールド8、とても高い難易度を誇っているステージだらけ。さあピーチジョンですね。ピーチジョン、まずは8-1。このステージにも隠しゴールが存在する。上からも下からもマグマ、そしてグラグラする床。彼らはクリアできるのか。ミッキー、誰が先やったんだよ。それミッキーだよ。ミッキー、それエイキーだよ。みんなテンションがおかしくない？おかしく。ボケの大渋滞が連発してるが、難なく隠しゴール付近へ到達し、クリア。お前らせーゴールあっという間に中間にたどり着いてしまった。はいよ。いや、それだけは実況。やはりここまで来れば彼らのプレイスキルは上達してくる。残り2ステージでクリア。さてこのステージはクリアできるのか。前回スターカルニステージ1をクリアされた新ユミチビ、今回はステージ2無事にクリアできるのか。ミッドライブはもう10分上です。終わりました。
なんで俺が痛いんだよ。もう痛い、無理だよ。やめようかよ。
ここからゴール前までスターカルが代わりにプレーすることに。ようやくショボンのアクションお題クリアしたが、もう一つお題はあった。それはこの後。マリオ U 最短クリアの検証もいよいよ佳境。挑戦開始から1時間10分、いよいよ八の城に挑む。え、俺見えないよ、マジで。やるぞ。あ、見える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 。このステージまだ見えない。あ、こういう知り合っているんだ。やめろ、やめろ、やめろ。これやっぱそうです。これね、メジ、マジでメジ、メジ。バイバイ。アイテムが乗ったら止まるリフトに乗ってマグマと一緒に上昇する。泡が出た。ピッ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 。ついに最終ステージの扉が開いた。助ける側なのになんで決心をつけたの。確かに。あ、これは本当にやるわ。大ちゃんがモーラスパイプファイヤー。オッケー、行くぞ。モーラスパイプ。あ、うなったのか。あ、ついにクッパの部屋の前へ到着。この先クッパが待っている。進行がお前そこにいるせいで見えないし。頑張れ。ちょっと力貸してくれ。は？何？何してんの？ちょっとお前さ、本当やめてほしい。本当やめてほしい。私コッピーの上に。
絶対あるお世話、はい、絶対ある。頑張れゴッティー、やだよいけ、頑張れ、いや、コッピー落ちたと思った。いや、今落ちてくれた。ついにクッパを倒せたかと、そうにはならなかった。お前、僕が全部そうだよ。よし、じゃあ、そうなったら首にするよ。じゃあ、今のさ、やつさ、ちょっと再現 V やろうぜ。綺麗に並んだ。ピッピンピッピン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 。なんで寝るんだよ。お、中の目や。あれ、私やん。ちなみに現在の経過時間は。あれは、いいやな。ちょ、あの、動画で伝えないと。プロマトック。あ、じゃあ次、じゃあ次、とどめを刺したら、消して、パーソン、パーソン、あの、うわ、こうやって見ると俺らちっちゃ、あの、あれ、とどめを刺したら、あれ、あの、消して、消して、忘れて、よっしゃー、ちょ、変な、ポケット、変な、行ってきまーす、お母さん、助けて、ピッパドロップ、ピッパドロップです、もう一回ね。ピーチ姫は誰とキスするのか。ジュニアのように死ぬか。やめよ、さすがに。やめよ。あ、ちょっと待って。わからんが、僕進行のことをキスしちゃう。頭に。とてもフレンチだ。なんか CV で言ってさ、クッパにも似てるしさ、コスナカにも似てるし、なんか誰でも似てるよ。え、スタンバイ取るな、クッパチニッシュで言うと。なんで俺、あの、マカロンは、ウェンディ。ウェンディ。何え、ウェンディでウェンディだな、ピンクの。え、ちょっと待って。お前はね、クッパジュニア？お前クッパジュニアだね。タワー？タワーはクッパだろ。スタートの。これ、どれ？ミート？ああマジで。おい、さっきのオッケーを投げたんじゃないの。マジで。最後のゲームは安村八分音符ちゃん。お題はステージ1をクリアせよ。あ、やばい、
死んだ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 、オッケー死ぬよ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 、あ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 、ゴミみたいになって倒れ